こんにちは。今回は細編みの筋編みで編むアクリルタワシを紹介します。この模様は表も裏も同じ模様になります。ここが筋編みの筋が入ったところです。編み方を編み図で説明します。今回のアクリルタワシは15目の鎖編みの作り目を作り、1段目は普通の細編みを編みます。2段目から筋編みを編んで、細編みは全部で12段作ります。1段目は鎖編みに立ち上がりの鎖編みを編んで、細編みを1目ずつ編みます。2段目で鎖編みを1目編んだ、その後は筋編みを編みます。この編み目記号が筋編みの編み目記号です。細編みの下に1本線が入っている、この編み目記号は筋編みと畝編みと同じ編み目記号で、鎖編みの片側1本を拾って編む編み目記号です。今回は筋編みですから、手前の細編みの頭を拾って編みます。3段目以降は同じ編み方の繰り返しです。前段の細編みに筋編みを編んで、全部で12段編みます。鎖編みを15目編みました。今回は極太ゲートを 7.5 号の 4.5 ミリのかぎ針で編みます。15目の作り目を編み、次は細編みです。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで、作り目の裏山を拾って、ここが裏山です。鎖編みの裏山を拾って、細編みを編みます。次も裏山を拾って、細編みを編みます。これを繰り返します。1段目は普通の細編みを、鎖編みの裏山を拾いながら15回ここまで編みます。最後の鎖編みの裏山に細編みを編んで、1段目が終わります。次は2段目です。2段目も鎖編み1目を編んで、編み地を裏返します。2段目からは、筋編みを編みます。筋編みは、細編みの頭の鎖編みの手前側の1本だけを拾います。畝編みは向こう側の1本を拾いますが、筋編みは鎖編みの頭のところの手前の1本だけを拾って編むのが筋編みです。細編みの頭の2本ではなく、手前の1本だけを拾って細編みを編みます。これが筋編みです。次も細編みの頭の2本の手前の1本だけを拾って、細編みを編みます。これを繰り返します。手前の1本だけを拾います。これが筋編みです。こちら側の頭の1本だけを拾いながら、筋編みを編みます。この編み方をしますと、ここに細編みの頭が1本残ります。これが筋の模様になります。繰り返して筋編みを編みます。手前の1本だけを拾い、細編みを編んでいきます。こちら側の1本だけを拾っています。
2本のうちの手前側だけを拾って編むのが筋編みです。2段目の最後のところです。最初の細編みの頭の手前1本だけを拾って細編みを編みます。これで2段目ができました。3段目も鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。筋編みにした部分はここですので、前段の細編みの頭の鎖編みが1本だけ残っているのがわかりますでしょうか。ここが筋編みの模様になります。次の3段目も同じように細編みの向こう側ではなく手前のこちらの1本を拾って細編みを編みます。次も手前側の1本だけを拾いながら筋編みを編みます。このように手前の細編みの頭の手前だけを拾って編みますので、こちらも1本の筋がここにできます。これが筋編みの編み方です。12段目まで編むと正方形に近い形になります。ここが筋編みをしたところです。12段目を編んだら、最後に鎖編みを入れます。鎖編みはお好きな長さで編んでください。アクリルたわしのかけるところの部分の鎖編みを編みます。これで10目の鎖編みです。12目にするとこのぐらいの長さになります。これをこちら側に持ってきて、鎖編みの最初の編み出したところの2本の糸を拾って、ここに引き抜き編みをし、もう一回引き抜き編みをします。これで糸を切って引き抜き、あとは後ろの目立たないところに糸始末をしてください。細編みの筋編みで作るアクリルたわしです。厚地のしっかりした地になりますし、筋がある分、模様が細編みだけよりは少し複雑な感じがします。細編みの筋編みで編むアクリルたわしの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。